皆さんこんにちは、福猫チャンネルのケイセイです。今回はベストやジャケット、コートなどトップスのアイテムをまとめました。ぜひ参考にしてください。最初にご覧いただくのは日本正規代理店が三崎商事株式会社だった頃の製品です。この頃の製品には日本正規代理店のお表示が一体になっておらず、別のタグになっていて、並行輸入されたものにはこの日本正規代理店のタグがついていません。なので日本正規代理店のタグがついているものとついていないものの2種類の本物が存在します。日本正規代理店が九重株式会社になった頃、九重株式会社のタグが別についているのがわかります。この製品も九重株式会社の頃の製品ですが、ブランドオリネームにメイドインイタリーが入り、品質表示に九重株式会社と表示され始めます。続いて2011年の製品です。この頃から品質表示に何年のモデルかが表示され始めます。今ご覧いただいているジャケットは2011-02とあるので、2011年の秋冬のものだということがわかります。同じ2011年の秋冬の製品ですが、日本正規代理店名が株式会社スタッフインターナショナルジャパンに変わったことがわかります。続いて2012年の製品は春夏と秋冬の製品です。こちらは春夏の製品だということがわかります。そしてこちらが秋冬の製品で、厚手のウールでできたミリタリータイプのデザインのジャケットです。続いて2014年の製品です。この頃から他のアイテム同様、ブランドオリネームのデザインや品質表示の構成が変わります。この頃から品質表示にサイズが表示され始め、モデル名があるものはモデル名なども表示されるようになります。コピー品を見分けるときにサイズ表示の部分は非常に重要になります。サイズ表示が入っているコピー品もあるので全てではありませんが、コピー品の多くが品質表示にサイズ表示を入れていません。おそらくサイズ表示を入れてしまうと全サイズ同じ品質表示が使えなくなってしまうからだと思います。今ご覧いただいている製品のように品質表示を付け替えた製品がありますが、このような製品はコピー品の可能性が低いと思います。続いて2015年秋冬のデニムジャケットです。この製品にはモデル名はありませんが、デニムジャケットにはモデル名がある場合、何々ジーンジャケットと入っています。今回2015年秋冬の製品でレディースの P コートをご用意しました。メンズの製品と同じですが、品名の部分に女という漢字が確認できます。続いて2016年秋冬のミリタリータイプのデザインのコートです。品質表示は2014年からほとんど変わっていないことがわかります。2019年の秋冬のジャケットです。イタリア製の表示にフランス語、ロシア語、ポルトガル語が増えたことがわかります。2021年秋冬のジャケットです。この製品はカットソーのようにサイズは M で、モデル名がスラウチフィットと入っています。2022年春夏のジャケットです。品質表示の株式会社スタッフインターナショナルジャパンの下の電話番号がなく、住所になっています。
そして同じ年の2022年秋冬のジャケットです。この年に品質表示が新しくなりました。今はまだこの品質表示のコピー品が出ていないようですが、この品質表示のコピー品が出てくるかもしれませんので、できるだけ多くの画像をアップしておきました。ここからは以前ジーンズや T シャツの回で使った画像です。ぜひ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録は本当に励みになります。そちらの方もよろしくお願いします。